ですね、ココナダって知ってますか？ん？ここ？ココナダ。あ、ちょっと勉強不足で知らないです。あんた本当バカちゃんですすぐマね。ウント取ってきますね。得意を売るならココナダって知らないですか？あ、これはお悩み解決って感じですね。これ真剣に相談乗る気あります？こいつ。じゃあ、私ができるのは、この悩みは大体解決できますね。はい。人間関係の悩みも。はい。ね。家にいろって言わすぶりますけど。僕が昔行った風俗の料金がこれだった。そこチャンネルのチャンネル登録をよろしくよろしくお願いします。チャ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 。はいはい、どうも、こんにちは。こんにちは、ヨガさん。今日はどうしましたか？はい、私ちょっとまた新ビジネス考えました。あなた、週一しか働かないのに、新ビジネス立ち上げるのは大好きですね。続かないというか、始まりもしてないビジネス多いんですけど、大丈夫ですか？今度は大丈夫です。あ、そうですか。一応じゃあ、まあまあ、どんなビジネスか聞いてもいいですか？はい、私サブチャンネルで人生相談やってるでしょ。はい、そこチャンネルにはね、そこチャンネル、濃いめというサブチャンネルがあるんですが、はい、ヨガさんはそこで人生相談を、答えるというか、はい。そういう動画を上げてますね。はい。自分で編集して。はい。それ知ってますよ。はい。あれをビジネスにします。それはビジネスにはちょっとならないと思います。だから相談料を取るんですよ。ああ、だからそれはあれじゃないですか。すごいなんか例えば何だ、占い師の人とか、はい。あとまあ弁護士さんとか、はい。そういう人がなんかお金もらうは分かるんですけど。ああ、そんなんじゃなくて大丈夫です。ですね、ココナダって知ってますか？ん？ここ？ココナダ。あ、ちょっと勉強不足で知らないです。あんた本当バカちゃんですね。すぐマウント取ってきますね。得意を売るならココナダって知らないですか？ああ、聞いたことあるような気も。はい。多分知らない人も多分僕以外にもいると思うので、一応じゃあ軽く説明していただけると。なんですか？メルカリみたいな感じで。はい。まあ、日曜大工が好きだったら、日曜大工お手伝いとか、うん。ほう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 。まあ、絵が上手い人だったら、ね。あ、イラストを売るとか。うん、イラストを売るとか、そういうのがあるんですよ。メルカリみたいに。おお、なんか自分の得意なものを、はい。まあ、売ったり、はい。商売にできるというか。はい。へえ。その後、私、人生相談得意か。得意でしたっけ？得意な割にはゴロ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 なんか、だるそうにやってるなって思いますけどね。あ、得意なんですよ。あ、そうなんですか。はい。だから、ちょっととりあえず、ココナダに、はい。あれしましょう。あ、登録？はい。じゃあ、せっかくだからやってみますか。はい。はい、わかりました。ヘイシリー、ココナダ。どこへの道順をお調べしますか？てめえ、何言ってんだよ、この野郎。ヘイシリー、アプリ。はい、アップストアはこちらです。そうですね、勘違いしていたようですって。まだ問い詰めすぎないじゃないですか。すぐ言い訳しますからね。あなたによく似てますね。プライド高いんですよ、こいつ。ごめんなさいって言えばいい。すぐこっちある。それも違和感さんですけど、ね、私すぐ謝りますよ。おー、すごい。スキルを出品しよう。知識、スキル、経験をサービスって出品しよう。面白いですね、これ。はい、こんなあるんだ、今。私はもう、スキルも実績もあるので。スキルもないし、実績って、教えてもらっていいですか、なんか。はい、人生相談やっていいので。やってるだけじゃないですか。それで人生変わりましたっていう声はまだ聞いたことないですよ。で、これどうなったんですか？今アプリを落とした状態かな。ちょっと分かんないですね。
このやり方を教えてもらうっていうのでお金払います。なんかそれ出品していませんかね。ここならのやり方教えますみたいな。それ買いましょうね。嫌ですよ。なんで金払わないといけないんですか。あ、あった。あ、もうそこのとこ岩川さんになってるんですね。へえ。いや、もうここも宣伝があってな、そこチャンネル岩川さんにしましょうか。あ、まあまあいいんじゃないですか。なんでそこのとこ岩川さんにもうなってるんだ。あれでログインしたかかな。あ、なんか今持ってら。うん。そこチャンネル岩川さんにしましょう。なるほど。まあ確かにね。検索しやすいかもしれない。動画内で人生相談をやっているのですが、うん、大好評につき。どこで？知らない、知らないっすね。僕の耳には入ってきてないけど。ここならに進出し。進出。いや、そのなんかアメリカからすごいカンパニーがやってきたみたいな。もともと別に成功してないよ。勝手に始めただけじゃないですか。まあ今いいんじゃないですか。はじめまして、動画内で人生相談をやっているのですが、大好評につきここの名に進出してきました。勝手に。まあまあいいですよ、若田さん、それに。いいんじゃないですか。写真を撮る。OK。あ、写真を撮る。お、いいですね。あ、これはお悩み解決って感じですね。これ真剣に相談乗る気あります？こいつ。あれ、こんだけ明るいなら大丈夫かな。明るさ、明るいだけでしょ。写真をしようって、はい、絶対内緒にしてほしい話とかすぐ言っちゃいそうです。そのなんかいくらで売りますか、この設定できんじゃないか。ああ、なんかいろいろね、登録してるんですね。はい。なんか職業、はい。作りましょう。はい、岩川さん職業なんでしょうね。僕はフリーターだと思ってたんですが、違うのかな。それどうですか。ライフデザイナーアドバイザー。怪しい。とりあえずなんかそれっぽいカタカナ並べとけやみたいな。バカっぽいっすね。あなたのライフデザインできないでしょうよ。あ、わかりましたよ。じゃあ、はい。じゃあ、これ、ライフデザインアドバイザー。一緒じゃないですか。どっちがいいですか？デザインアドバイザーとデザイナーアドバイザーと。どっちでもいいですよ。どういう仕事がここで。あ、すごい、アドバイザーのとこにあるな。ああ、はいはいはい。心の悩み、人間関係の悩み、はいはい、愚痴聞き話し相手、はいはい。まさになんか岩川さんがやろうとしてるようなことが本当にある。はい、そのチェック入れてけばいいじゃないですか、思い当たるところに。はいはい。じゃあ私ができるのはこの悩みは大体解決できますね。はい、人間関係の悩みも、はい、ね、家にいろって言わすぶりです。解決になってるんですよ、それ。ぐちぐち、うん、ごちゃごちゃ言うな。ライフデザインアドバイザーさん、荒っぽいっすね。元気になる方法、寿司食って風俗行け。もう今全部言ってるじゃない。恋愛は無理でしょ、岩川さんが。恋の悩み相談できるんじゃないですか。もう勝手にしようって言うわ。全部それでいけんじゃねえか。全部それ。なあ、沢田研二みたいなこと言い出しちゃうの。男心、女心のアドバイス。西野カナみたいなこと言うなって言うわ。全然解決になってない。突き放してるだけじゃないですか。
ビジネスコーチング、ビジネスコーチングなんて絶対できるし、今はできるんじゃない私もいっぱい新ビジネスやってますしどれもこれも成功してないじゃないですか。もうめんどくさいので全部やりましょう、自分でやれって何でも人に相談するなってそうですね、相談を否定してんじゃん。そうだ、料金プラン設定しましょう。あ、料金プラン、料金プラン、相談の料金プランってなかなか難しいですね、基準がないから。はい、30分3900円、サンキューです。なんすかこれ僕が昔行った風俗の料金がこれだった。30分3900円の料金だったんですか。はい、安いとこ行ってますね。それになんで合わせようと思って。あ、もうちゃんとそういうビジネスが出来上がっているので、はい、そういうシステムとかは他のシステムパクった方が楽できるんです。いや、なんかビジネスマンっぽいこと言ってますけど、なんでそこから取ってこなきゃいけない。全然違う仕事なのに。はい、登録しましょう。はい、で、内容、悩み相談乗ります。で、平均納期、これはだから。いつ頃乗ってくれるかってことですよね。はい、僕が例えば岩川さんにちょっと相談がありますって言ったら、はい、まあ、1日後にじゃあ相談乗ってあげますとか、はい、その納期期間をこれ要相談、はい、はっきり答えないと、はい、相談乗りますって言ってる人が要相談しなきゃいけないんです。めんどくさいですね。補足、はい、説明、よかったら私の名前を検索するとサンプル動画あるのでそれでご検討ください。はい、なるほどね、はい、サブチャンネル見てもらってこんな感じでよければ、はい、完全給金払えば相談乗りますよ、はい、あんなもん見たら誰も来ないよ。あれ見てきたいって人がいたらね、まあ、助かりますし、僕も別に眉間にしわ寄せてまで金欲しくないんですけど。でも3900円ももらえるんですよ。ああ、はいはい、じゃあまあこれでいきますか。はいはい、登録する。これいいですかね、自分のページ見るっと。あ、じゃあ最後にちょっと見てみましょう。こちらの岩川さんとライフデザインアドバイザー。舐めてんの。あ、これからじゃあもう、まあ、僕も視聴者の皆さんも、はい、お母さんの方もフリーターと、あんまりフリーターフリーターって言ってましたけど、はい、違うんだぞっていう、本当は違うんだよ。あ、違います、私の職業はライフデザインアドバイザーです。フリーターってのは、うん、あくまで副業みたいな。はい。それで言い張ってるだけでしょ。はい。あ、そうなんですね。はい、じゃあ、ちょっと、最後に意気込みとか宣伝を、ちょっと見てる人にしておきましょう。はいはい。はい、皆さんももしお悩みとかありましたら、私、ライフデザインアドバイザーに、よかったら相談してきてください。よろしくお願いします。はい、じゃあ。ライフデザインアドバイザーに、ライフをデザインしてもらいましょう。はい、ありがとうございました。そこ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 面白い、いやとても面白い、そこそこそこチャンネル、終わりです。ありがとうございます。